決して潰れないという銀行の安全神話がもろくも崩れた。宅銀が経営破綻して半年、長引く景気低迷に加え、トップバンクを失った本土経済は大きな痛手を受けた。かつてない大型倒産が相次ぎ、今も経営不振にあえぐ企業は少なくない。こうした中、宅銀を引き継ぐ北洋銀行には嫌でも期待や注目が集まる。新しい北海道、今ちょうどいいチャンスなんですよ。銀行を護送船団方式で保護する時代は終わりを告げた。しかし走り不況と国内外から批判されるように、国の経済政策が遅きに失した点も見逃せない。どん底の経済からどうやって抜け出すのか、日曜特捜北海道が逆風に向かう再生への鍵を探る。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。道内のトップバンクだった宅銀が破綻してから今日でちょうど半年になります。そして今日までイギリスで行われているサミットでも、日本の景気対策についてはいろんな注文が出たようですけれども、しかしどうも遠いところといいますか、身近でないような気がしますね、山さん。そうですね、おはようございます。その景気対策打ち出されてはいるんですが、結局は自分たちの力でなんとかこう前に進んでいかないと、出口は見えてこないんじゃないか。今回の取材を感じて通してそういうふうに感じましたね。はい、もうとにかく元気出せ北海道ということです。スタジオには、おなじみの国際政治学者増田洋一さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。山市ですとか山陽ですとか、それから徳陽市、日本の金融システムの危機が言われて久しいんですが、どうもその発端というのはやっぱり宅銀でしょうかね。そうですね。だけどね、やっぱり政策の失敗ですよね、この去年1年見ると。であまりにちょっと暗い話が多すぎましたんでね、はい、このあたりでやっぱり気分変えて、なんとか先をこう見るという形でやらないと、もう過去のこと言ってもしょうがないですから。そうですね、今日はそんな30分にしたいと思うんですが、まずですね、この半年簡単に振り返ってみようと思います。はい、誰もが予想できなかった宅銀の経営破綻。危ない銀行という信用不安が吹き荒れ、金融機関同士の市場からも見放された。生き残りをかけた同銀との合併発表からわずか7ヶ月後の破綻だった。トップバンクを失った本土経済は急激に下降カーブを描く。宅銀子会社に始まり、巨額の融資を受けてきたリゾート関連企業の相次ぐ大型倒産、金融機関の貸しぶりも拍車をかけ、道内の倒産件数はこの半年で545件、負債総額は1兆2000億円にも及び、過去最悪という記録を塗り替えた。宅銀に代わってトップバンクとなるのは道内3番手だった北洋銀行。譲渡作業は急ピッチで進められるが、回収が懸念される6500億円もの不良債権の引き継ぎの最終的な判断はまだ下されていない。企業にとって今後も融資を受けられるかどうかは経営を左右する大きな問題だ。この中には丸井今井や千崎工業といった道内の老舗企業も含まれている。また正常債権の一部の引き継ぎにも難色を示していることが明らかになった。政財界全体が北洋銀行の決断に注目している。新しい理念に基づいてどうして再生していくかということをね、もう一遍根本に立ち返ってね、考えるべき、状態じゃないでしょうかね。北海道から金融恐慌を起こしてはならない、これを合言葉に官民挙げて経済の立て直しを叫びながら、まだ有効な手立てを見出せないでいる。破綻からこれまでを簡単に振り返りましたが、まさに道内経済は逆風にさらされています。こちらに今の本土経済の姿を表します厳しい数字まとめてみました。今の VTR でもご覧いただきましたように、倒産件数と負債総額こちらのようになっているんですけれども、11月12月そして3月はここで数字が大きく変わっています。本来ですとこちらの画面を突き抜けてしまうほど大きなグラフがここに現れることになるわけです。半年間の総額がおよそ1兆2000億円というこの数字なんですが、180万都市札幌の1年間の総予算に迫る規模となっているんです。そして続いてです。
道内のこれまでの大型倒産上位5件のうち、こちら3番目の北炭夕張炭鉱、こちらを除いた上位4件、これがすべて宅銀の影響を受けたもので占められているんです。はい、札幌の1年間の総予算、とにかく数字見ても件数見てもどれだけ影響が大きいかということなんですけれども、ただね、その北海道の人は分かるんですが、東京なんかから見てるとなんか無関心、非常に困ることですけどね。例えば宅銀宅銀って今ずっと言ってますね、我々は、はい、しかし宅銀って言っても通じないんです。東京だと北宅って言って、北海道のなんかローカル銀行が潰れたぐらいの気持ちで皆さん見てるんで、いかにこの北海道が大変かっていうのが分かってない、そこの意識のギャップがあると思いますから。仮にも都銀なんですけどね、都市銀行なんですけども、ローカル銀行って北海道がついてるからかな、そういうイメージしかないんで、もう少し北海道に興味持ってもらわないとダメなんですけどね。まあ、しかし北海道にとっては、ね、まさにエンジンですからね。そうなんです。だからね、銀行ってのは血液ですから、お金ってのは輸血を止められたら人間死んじゃいますんで、そこのところもうちょっと考えないといけないのと、ただ反省して言えばですよ、あまりに中央を依存して何もかももう大蔵省の言う通りだと、お上の言う通りだと、で東京の言う通りだと、はい、それのツケが来てるんで、どうせいざっていう時は東京を助けないよと、こういうの裏切られるぞというぐらいの気持ちで今からやらないと勝ち残れないんで、今から その気持ちでやりたいなって気がしますね。まさに、そのあたりにヒントが隠されているのかもしれません。はい、で、これからのじゃあ中心になって動いていくということになります、北洋銀行なんですが、宅銀を引き継ぐ北洋銀行、道内経済の舵取り役の新たな中心になるわけなんですが、気になるところを武井頭取にインタビューしました。宅銀から引き継ぐ店舗数や人員もほぼ決まり、新しい北洋銀行の概要は見えてきた。しかし当初10月を予定していた営業譲渡は11月16日にずれ込んだ。引き継ぎ作業は順調に進んでいるのか。大蔵省の、ね、機構が改正になりましてね、預金保険機構と、それからね、それを監督する金融監督庁っていうものがね、その金融監督庁ができなきゃいけないんですよ。ところがね、金融監督庁はまだね、政令もできてないし、どうして作るかっていうことが決まってないんですよ。従いましてね、私どもとしてその行政機関との間にその生産事務についてのね、相談をする相手がいなくなってるっていうところがね、一番困ってるんですよ。あらゆる問題でね、そこの決裁を得ないかいかん問題が全部滞っちゃってるんですよ。だから11月までかかるだろうという話になりましてね。宅銀が抱える不良債権のうち、回収が懸念されるいわゆる第二分類の引き継ぎが注目を集めている。この中には地崎工業や丸井今井といった老舗企業も含まれているが、今後どのように対応するのか。ちゃんと債権計画なり何なりができればね、我々とすれば、私とするならね、私のとこは全部面倒見ますよ。だからそれはね、あれだけども、そのね、これ再建できるかどうかわからない状態っていうのをね、もっと当事者がね、真剣に取り組んでいただいて、その上でね、解決していくっていうことになると思いますがね、私はもういつでも受け入れる用意は持っとるんですよ。ないようなことを言われるんで、私は迷惑しとるんですよ。そんなことはない。逆に言うと、その当事者の取り組みはまだちょっと甘い。まあそこまでは言いませんけどね、もっと真剣に考えていただきたいというふうに思いますね。宅銀の破綻から、これまで道内では貸しぶりによる倒産も相次いだ。同通産局によると、企業の4割以上が貸しぶりを実感しているという。今後企業はどうすればいいのか。今ね、早期是正措置といいましてね、これアメリカの言葉をね、翻訳してるんですけどね、要するに自己資本が 4% にならなきゃダメだということが言われてますんで、これはね、 4% に資産をね、圧縮するしかないんで、そうなりますとね、当然ね、貸しぶりっていうのは起こるのは当然だろうと思いますね。返したら返しても、また返してもらえなかったっていう話が、まあ我々のところ来てますからね。まあ私のところが返してもらっても貸しますけどね、そこはね、お客さんも考えておいていただかないと、昔と同じだというふうにはね、いかないんだ、世の中が変わっちゃったんだというふうにご理解いただきたいと思いますね。はい、3つの点で、武井頭取、お話になってましたけども、まず1つ強調しちゃいました、金融監督庁の問題、はい、これはやっぱり営業上に絡んでは大きな存在ですからね。まあ、長官は決まったみたいですけれどもね、しかし結局お国がまだ規制してますから、その言うこと聞かないといけないわけですよ。だから後手後手にこう回ってくるっていうのは、だから11月までかかるっていうことなんですけど、護送船団方式をやめたんだけど本当にそうなのかなって気がね、しないでもないんです。だから
病気なわけですから、はい、ある程度看護師さんとお医者さんが面倒見てくれないといけないので病気の人を北洋銀行に任せちゃってあと買ってっていうのはそれはちょっとダメだなって気がしますね。どうも先ほどの VTR でも走り不況とかいう言葉もありましたし、はいはい、国にとって北海道って何なんだろうな、これはちょっと北海道の人間の言い過ぎですかね。だけどその570万ぐらいしか人口ないですからね、中央の政府にとってはそんなに思い持ってないと。だから突き放して言えばそういうことですから、先ほど来言ってますようにやっぱり自分でねやっぱ甘えがあったと思うんですよね、その今丸井米と自宅工業出てましたけれども、はい、しかし自分で再建しないといけないんで借りた金は返さないといけないんですよ、それをね誰かが見てくれる、誰か見てくれません。ファミリーでやっててダメならファミリーやめなさいってことでやめるわけでしょ、経営の能力ないのにただ後継ぎだってんでやったんじゃダメなんで、そういうところの厳しさってない、それは求められてると思います。はい、あとその武井頭取が言ってました貸し渋りの問題ですね、UHB では札幌市内の企業にアンケート調査を実施しました。はい、結果はこちらにまとめてあるんですが、まず、銀行の貸し渋りはあるのかないのかという質問に対して半数以上 56% があるという答えが返ってきています。はい、そしてこのあると答えた方の中のうちおよそ8割の方が、非常に厳しくなった、あるいはやや厳しくなったと、これが宅銀破綻直後と比べると、貸しぶりの現状を浮かび上がらせていると思います。はい、またアンケートをお答えいただいた全ての方、今後の予想なんですけれども、今後さらに厳しくなる、あるいはやや厳しくなるという見方をしている方々がやはり7割の方いらっしゃいました。どうも来年ぐらいまでこの貸し渋りって続くんじゃないかという声もあります。だからね、自己資本比率をですね、海外の営業をやってるところは 8% で、まあ、北欧のところような国内だけの時は 4%、ただまずねこの数字が妥当かどうかって、私はこんな高い要求をね日本の場合やらなくていいと思うんです。だけどグローバルスタンダード、つまり多民族がたくさんの民族が集まってね、お互いに信用できないというようなところでそうやってるのをそのまま受け入れていいか、だけどそれ受け入れることが世界の流れですって言うならば今やらないで待てばいいんです。だからそういうその財政構造改革法案にしてもそうだけど、決めたことを動かさないで、ダメだったらやめればいい。でただですね、もう一つこれテレビご覧になっている皆さんにお願いしたいのは、北海道を良くするためにはタンス預金やってもらっちゃダメなんですよ。あのね、タンスに入れた1万円札っていうのはただの紙切れ、生きてきません。その1万円をぜひ明日月曜日銀行や金融機関空いたら預けに行ってください。で利息があんまりつきませんよ、つかないけど、その1万円は羽が生えたように誰かに使われて北海道経済を良くするんですよ。だからタンス預金っていうのはダメなんです。でタンス預金ダメだけどやるっていうのは老後が不安だとか、その政府が面倒見てくれないと銀行も潰れると、そういう不安があるからなんですけども、それは不安を取り除くのは政府の仕事、それやってないから走りをダメなんですよ。だけども我々の立場から言うとですね、タンス預金を吐き出すと、そして社会経済全体のために使ってもらうと、そういう発想じゃない限りは北海道救われないです。だぜひ消費に回す、で消費に回さないにしろ銀行に預ける、金融機関に預ける、郵便局に預ける、これが必要ですね。貸し渋りで分母を小さくしなきゃいけないというので貸し渋りになるとすれば、じゃあ分母を大きくするという方法でも自己資本比率というのは高めることができると。できますよ、いうことですね。でそのためには全体は、ね、やっぱ株価が上がらないとダメなんですよ。株価が上がるような政策を、ね、やらないといけないんだけど、16兆円もつぎ込んで上げることできない。だからサミット今やってますけどね、サミットでちゃんとやれって言われて橋本さんもやるって言ってるんで、はい、その成果が明日以降の株価に反映するかどうか、それはもう何て言うかな、しっかり腰据えてね、絶対やるんだっていう、この不退転の決意でやる必要があると思います。大型の補正予算とかでね、景気対策でとにかく北海道を重点にと、そういう掛け声だけじゃなくてやっぱり方向性っていうのをちゃんとつけなきゃいけません。北海道公共投資ちゃんとやらないとダメで、とにかくね、公共投資をやったら無駄じゃないんで、無駄なところにやるからダメなんで、必要なものたくさんありますよ。高速道路にしたって、新幹線だってないんだから、この前やったように、新幹線だって必要ですよ。空港だってもっと必要なんで、必要なところにお金をちゃんと使うと、それは堂々と要求していいと思います。はい、さあ、いろんな国のことをお話し伺いたんですけども、今度はやっぱり、じゃあ北海道自身がどういうふうにするのか、指摘ばかりしていても拉致が明けませんので、どうすればいいのか、コマーシャルの後に見てみましょう。蛇の目の有名人が生まれ変わりました。
厳しい安全基準をクリアした有名人スーパー Z。 3つの安心で細菌を防止するトリプルセーフティ。お宅のお風呂もお隣のお風呂もみんなのお風呂をもっと安心もっと快適に、有名人スーパー Z。 お近くのジャノメのお店で。さて、はい、困ったとばかり言っていても状況変わりません、はい、道内にはまだまだ元気な企業があるんですね、ここを見ることで現状を打ち破るキーワードが見えてくるかもしれません。私小谷に行ってきまして、一度どん底を経験しました。道内のある老舗企業を取材してきました。道内に吹き荒れる吹き風、当然ここ小谷も例外ではありません。しかしこちらの紳士服の販売会社、実は17年前に一度倒産しているんですが、今年名実ともに再建を果たしたんです。今は工場内に絶え間なくミシンやプレスの音が響く紳士服販売会社トップジェント。しかしその前身の紳士服商社新装は昭和57年、およそ22億円の負債を抱えて倒産しました。道内外に12の下請け工場を設けるなど業界ではトップクラスでしたが、設備投資が重荷になり資金繰りが悪化したのが原因でした。会社構成法の適用を受けた旧新装の管財人として17年にわたって再建に力を尽くしたのが札幌の弁護士広岡徳一郎さんです。広岡さんは先月までトップジェント社の社長というもう一つの肩書きを持っていました。私も商売なんて知らないですからね。だからあなたたちどうやったらいいんだと、まあ、優先順位つけておいでと。だから私はあとは優先順位の一番から行こうと。で朝礼誤解でよろしいと、ね、それでやったんですよ。まあ明日悪いと思ったらまた変えようと。その後トップジェントはこれまでのチェーン店方式を転換し、全国展開のガソリンスタンドとの異業種提携、デパートへの進出など社員のアイデアを積極的に活用し、業績は徐々に好転。本州大手資本の傘下に入るなどして13年間でおよそ12億円の債務を返済するという当初の構成計画を4年も前倒しして達成することができました。トップジェントは再び道内で売上高のトップを取り戻し、この4月で広岡さんは勇退、親会社から社長を招いて新たなスタートを切ったのです。もう守りに入ったらダメですよね。常に攻めてないと、過去はもう絶対変わらないですからね。過去からまあ新しい経験を生み出すということは未来をどうするかですよね。だから意思が大切だという、未来はどうなるかではないと、未来はどうするかであると、なかなかすごいことですね。すごいね、その通りだと思います。今回の取材を通して感じたことなんですけれども、この会社過去のつまずきがありましたけれども、そこから立ち直った苦労や得難い経営ノウハウというのが、この会社今前進させている大きなエネルギーになっているんじゃないかなと思いますね、朝礼誤解でいいなんていうのはまさにさっき増田さんがおっしゃったね、臨機応変に合わせていくという、はい、そうダメだったら変えるってことですね、もともとこの会社お客さんを待つという姿勢がかなり会社のカラーとしてあったようなんですけれども、今はガソリンスタンドにこう副次の見本を置いてどんどんお客さんを獲得していこう、ガソリンスタンドで洋服も売ってしまおう、これが発想の転換ということなんですよね。そうですね、その発想の転換という点については、実は武井頭取も同意見重視していました。どうぞ。新しい発想ねやるべきじゃないでしょうかね。そうすればね、北海道のね未来っていうのはね非常に開けると。みんながね頭抱えてね、社史禁止令みたいなものばかりやってね、酒物まんてね、いい地位も出さん、もうみんな小さい競歩の改革やっちゃダメなんです。そういうね発想、もっと今我々のこの豊かなね資産をどう生かすかっていうことを考えるべきですよ。まあ、発想という点では増田さんも一過言あります、はい、世界的に見て学ぶべき点多いと思うんですけれども、具体的にどうでしょうね。今日具体的な提案をしたいんですけどね、はい、北海道って言うとね、 あんな雪多くてね、もう冬が半年もあってね、だからダメだとみんな言うんですよ。で嘘なんで、同じように気候条件が悪いところでもちゃんとやってる国がある、はい、それから570万それぐらいの人口規模でもちゃんとやってるところがある。だから端的に言うとね、
北ヨーロッパ、北欧、スイス、こういう国をちょっと見習ったらどうかということで、うん、ちょっとこれご覧いただきたいんですけどね、はい、いかに似てるかということで、まあ、本土が570万と、でデンマークもスイスもスウェーデンも700万とか800万500万この程度なんですよね、はい、でまあ、スウェーデンというのはだだっ広いですけども、ほとんど雪降ってダメな北の方もありますけども、うん、で広さからいくと面積半分ぐらいですね、はい、だからこういう国はね人口増えてるんですよ。例えばスイスなんてのは私がいた頃10年ぐらい前は650万しかいなかったら50万増えてる、うん、北海道10年間で全然増えてない、うん、で人口増えないっていうのは魅力ないってことなんだ。だからそれからスウェーデンちょっと見ていただきますとね、スウェーデンってのはこれ880万これも昔830ぐらいやったらもうこんだけ増えてる、うん、でボルボって車自分で作ってるでしょ、それから飛行機も自分で作ってるでしょ、そういうことできるんです。だから気候条件が悪いからとか人口が少ないからっていうのは嘘で、何を具体的にやればいいかっていうとね、なぜ人が集まらないかって言ったら、住んで楽しい地域、住んで楽しい町、本当にここに死ぬまで行きたいなっていう町を作ればいい、うん、で今2000年の4月から介護保険入ります、はい、で高齢者の問題って非常に大きいです。だから具体的にこれは知事さん堀さん中心にやっていただきたいんですけども、北海道にいくつかモデルの市町村どこでもいいです決めて、日本をの他の地域を先取りする完全な福祉のね町づくりをやると、うん、つまりその町にいれば倒れても24時間のホームヘルプがあると、でナースステーションもあると、だからいちいち病院に入らないんで自分の家にいて町全体が立派な病院のような形になって、それでバリアフリーになって本当にお年寄りも若者も共存できる、うん、で高齢者のための犬の政策をやるとホームヘルパーから看護婦さんからいっぱい若い人の就職口できるわけです。そうしますとみんなそのここに本堂にですね見に来ますしね、ええ、それから ああいう風に素晴らしい街ならば若い時から住んでれば老後あそこで過ごせるんだということで若者を集める、うんうん、だから今日はその具体的な提言として2000年を目指して日本で一番素晴らしいその高齢者福祉の街を作り上げる、でそれをやったのはスウェーデンとデンマークなんです。あスウェーデンデンマーク見られると分かりますけど完全に30年日本遅れてる、牢獄みたいな施設に入れてますから、うん、そういうことをね考える。それから銀行について言うとスイス挙げたのはそうなんです。もう土地を痩せててね男が身売りして外国人傭兵兵隊として身売りしないと食っていけなかったのは金融業やった、うん、で信用っていうのをしっかり確立した銀行業をやってますからよその国攻めないんです。でスウェーデンもスイスも中立です。だから平和を保ちながら信用ということ、だから北海の人が信用できるような銀行をやる。そのために何が必要かってベンチャーです。ベンチャービジネス、この人たちに貸してあげると、うん、他の地域だと貸してあげないけど北洋銀行さんに頼めばベンチャービジネスは貸してくれるってことになれば、うんうん、どうも東京でそのコンピューターの会社作ろうかなと思ったんだけどどこも貸してくれないと、北海道来れば北海道の銀行だけが貸してくれると、これやればいいんです。でそれをやらせないような規制が政府があるんでそれをやめさせると、で知事の命令でうちだけはやるぞと、うん、だから他の地域よりも先駆けて未来を先取りしてやるんだと、やれますよ、うん、まさに発想転換、ええ、でそのお客さんといいますか相手はもちろん日本国内だけじゃなくて世界を相手にした方がいいですよね。世界中から、世界中からお客さんを呼ぶということです、うん、高齢者のさっきのあれじゃなくて待ってちゃダメなんで自分から行くと、うん、まあ、本当に対象となる国ですとか相手というのはいろいろだと思いますが、とにかく北海道でいうと今話題の中心になっているサハリン、そうです、これももちろん選択肢としていいわけですね。もうその辺の地域と仲良くすると、ええ、ロシア語勉強しないとダメですね。今月末から堀知事がサハリンに行くんですが、このテーマまた来月松添さん、はい、お越しいただいてお話しいただきたいと思います。今日ちょっと短い時間でしたけど、はい、本当にありがとうございました。とにかく、最近のアメリカ経済の復活にしましても、医療ですとか環境ビジネスといった新しい、消費者企業のニーズに対応する新産業が中心になっています。道内でも今個人や企業を救う武器になるのはベンチャー精神だけなのかもしれません。チャンス到来、新しいマンションライフが大接近、スマイル4、今注目のマンションを一挙大公開。詳しくは23日土曜日の北海道新聞朝刊をご覧ください。ゆらミリオンネの原クラブ、食べて歌ってその上とっても得しちゃう。レディースプラン花クラブ1万円から定山渓ホテルミリオーネ。来週までの50ケース
藤本ってさ、電子メール使える？モバイルで。これなんですけど。藤本くん、メール見たよ。何？広がっています。モバイルで電子メール、ドコモ。素敵なお花が出るんだって。一度当たると12ヶ月続くのよ。いい香り。毎月続くのか。いいよね。ネスカフェで当たります。もうすぐ締め切り。さて、番組では先月26日フランチャイズチェーンについてお送りしました。番組中、コンビニのフランチャイズ加盟店が本部に支払うロイヤリティについて、ゲストの小樽商科大学の近藤助教授が、売上の 40% 程度が多いと発言されましたが、実際には粗利の 40% 程度であるとの訂正の申し出がありました。ここに訂正させていただきます。さて、来週5月24日の特捜北海道です。はい、実は札幌市内の小中高校生のうち7割が歯並びに異常があるという調査結果が出ているんです。はい、体全体の健康にも大きく影響するという報告もある 歯並びの異常、原因は、そして予防法は。虫歯予防デーを前に医療特捜を考えます。はい、我々アナウンサーにとっても実は発音とかでね、はい、歯並びは非常に重要です。ではまた来週。失礼します。北海道の諸君、ようこそホンダへ。いらっしゃいませ。オデッセイエアロスピリットやステップワゴンホワイティや SMX キャパが勢ぞろい。週末はエンジョイホンダフェア。楽しむならホンダでなくちゃ。